ぱり拠点じゃ資料も少ないわ。他には。おや、リシテア殿、奇遇ですな。このような夜更けに調べ物とは。ヒューベルトですか。驚かさないでくださいよ。あんたはただでさえ怖いんですから。さようですか。近頃夜な夜な目撃される人玉の話よりは怖くないと思いますがね。人玉？それはこの辺りで目撃されているわけじゃ。いえ、まさにこの狂連所の付近です。まったく恐ろしい話ですよ。私は急用を思い出したのでおやすみなさい。貴殿もそう思いませんか。私の持つ明かりを人玉などと呼ぶとは。おや、リシテア殿は最後まで聞かずに行ってしまいましたか。最近食堂で出る食事に野菜があんまり入っていなくて幸せだわ。あれは。そうですか、気づく様子もないと。はい、好みは人それぞれですが、どうしても肉が好きで野菜は苦手なものが多いですから。美味しい肉や甘い煮汁の中に今まで以上の大量の野菜が入っているなんて、想像もせずに美味しく味わっているものがほとんどでしたよ。もちろんあの方も。それは頂上です。では引き続き頼みましたよ。大量の野菜、もしかしてさっきのご飯にも。おや、こんなところでどうしました。何か驚くことでも。野菜がいっぱいって、ヒューベルト。なんでもないですよ。私忙しいので失礼します。やれやれ、なぜ私が野菜の調理法を考えねばならないのでしょうな。はあ、これも将兵の健康管理の一環と思えば。おや、リシテア殿、ご機嫌ですな。ええ、エーデルガルトからとっておきのお菓子をもらえるって聞いて。ってなんであんたにこんな話をしなきゃならないんですか。そう邪険に扱うとお菓子が手に入らないかもしれませんよ。そのお菓子を貴殿に渡す役目、陛下から命じられたのは私ですので。そういうことは早く言いなさいよ。ならほら、お菓子を。わかりました。合わせて紅茶も用意することにしましょう。お、綺麗だったな。あ、
蝶なら私も先ほど厩舎で見かけました。え、マリアンヌさんも？はい、目が小さな宝石のようにきらめいて幻想的でした。ベルが見たのと同じ蝶々かな。そうだったらすっごい偶然だね。そうですね、素敵な偶然です。あのでは私からも。今朝はいつもより早く目が覚めて、時間に余裕があったので高台から朝の風景を眺めたんです。早起きか、すごいね。どうだったの？朝焼けに染まっていく平原がとても印象的でした。自分が絵の中に立っているみたいで。うまく言えず、すみません。見てみたいな。私も早起きできるかな。あ、ずいぶん話し込んでしまいました。長々とごめんなさい。いや全然大丈夫だよ、大丈夫。それよりマリアンヌさん。はい、何でしょうか。なんというか、私誰かと二人でこんなにいっぱい話せたの久しぶりっていうか。私も人と話すのがとっても苦手なのに、なんだか不思議です。だからまた今度一緒におしゃべりできたらいいなって思うんだけど、どうかな。はい、私もベルナデッタさんとたまにおしゃべりできたら嬉しいです。ありがとうマリアンヌさん、次までにいっぱい話すこと考えないと。食虫植物とか面白かった本とか、今編んでる人形とか食虫植物とか。食虫植物のお話は今日も聞きました。そうだけど、いろいろ種類があるんだよ。楽しみだな。いよいよマテウス男爵領です。ここを落とせばファーガス西部王国のおよそ3分の1が帝国に従うことになりますね。マテウス家は内乱に加担したとかで子爵から男爵へと降爵された家、前当主の甥であった今のマテウス男爵は王家への忠誠厚い人物ではありません。彼を下すこと自体はたやすいですが、王国はここに王の盾と称された全フラルダリウス公を送り込んできたわ。彼が睨みを聞かせている限り王国軍の結束を揺らがせることはできない。ロドリグさんでしたっけ、フェリクス君のお父様よね。今さら戦いを避けたいとは思えないけれど、どこに行っても知り合いの顔がちらつくわ。それと
報告では敵軍の中にはまたジェラルト傭兵団がいるとのこと。何度も私たちの前に立ちはだかる強敵ですからね。灰色の悪魔だな。そうそう、結局君はどうするつもりなんだい。下手に戦って犠牲を増やすくらいなら全く相手にしないとか。マテウス男爵やその王の盾とやらさえ撃てば傭兵は撤退させられる。君は強くなっている。恐れずとも勝てると思うけれどね。でもそれが君の選択なら僕も力を尽くして君を助けるよ。私奇襲担当できます。ベルナデッタ、踊り上手、うまいです。力合わせる、必ず目的達成できます。いえ、おとりうまい事実述べるのみです。頼み違います。申し訳ないです。ああ、そうですか。私にも活躍の場を残しておいてくれよ。君たちは揃って優秀だからな。フェルディナント殿もですよ。俺たちは皆さんからいつも勇気をもらっているんです。そうね、優秀な将に囲まれていて私は幸運だわ。あなたたちがいれば帝国は未来を目指してどこまでも突き進んでいける。我ら帝国に勝利あれですね。ここはラルバ、どうしたんだ。もう海戦だぞ、眠ってる暇なんて。すまない、どうしても話しておきたくて。以前警告を伝えた時のことを覚えているかい。その焦燥のような嫌な感覚がまた僕の身を襲ってきたんだ。あの時は灰色の悪魔が戦場に現れて確かに危ない目にあった。今回も敵にはあいつがいるんだよな。一体何が。わからない。ただ一つだけ言えるのは、前に予感があった時よりも嫌に強い焦燥だった。灰色の悪魔によってもっと危険なことが引き起こされてしまうんじゃと。何が起こるかわからないが、俺が防ぐしかないな。気をつけてくれよ。無理に戦うことは禁物だ。君が撃たれることにでもなれば僕らの運命は途切れてしまうのだから。聖絶なる策を今私が任せ、私が私にお任せください。指示受けたまわりましたよ。俺はどうすりゃいいんだっけ。手伝いがいるんだろ。行動開始です。力合わせる、素晴らしい。予定通り行くわよ。私が援護に回できる、できないではない。
や、素男爵を矢面に立たせる夫人ですか。敵本陣にはジェラルト傭兵団がいる模様。どう攻めるか悩ましいけれど、敵将ロドリグだけは必ず討ち取りたいわ。浅瀬へと通じる橋を準備しています。まずは西側、平原側より攻めましょう。死にたくない、死にたくないんだ。なんとも惨めな男ですね。漁師としての誇りもなさそう。みんな守りを固めるのだ。聖絶の絶対に敵を通してはならん。バレーナ、先に周囲の砦で聖絶のを全て落とす。敵を降伏させられるかもしれませんな。矢を打ち尽くせ、近づく連中を殺すのだ。厄介な矢だな。敵も必死と見える。助かる。任せていいか。息を合わせますわよ。やあ、二人で決めつまるな。お前らも負けだ。お任せ、俺に任せとけ。よし、片付けに任せてちょうだい。割ってをよった。はっ、任せてちょうだい。協力すればうまく。嬉しいです。助かりました。モニカちゃんから手助けしてほしくて、ひとまとめにしちゃいましょう。敵をねじ伏せてやりましょう。滅びなさい。必ず攻め落とす。できるできないではなく、好きだらけよ。この砦の攻略は任せてもらおう。後ろを頼みます。ひとまとめにしちゃいましょう。敵をねじ伏せてやりましょう。滅びなさい。少し人肌か。私にお任せ。でも引っ込まれたいです。そりゃあどきなさい。どうしたっ。迅速対応します。敵の士気下げる、狙うです。ついてきたまえ。派手に決めるぜ。勝利をもたらそう。これも戦いだ。ふっ。
で。できるできない。バンカの前陣はおおよそ片付いたわ。包囲されただと。降伏、降伏するから許してくれ。信頼に足る男ではありませんが、何か使い道はあるでしょう。さすがは陛下の特特軍だ。みんな強いな。俺ももっと武功を上げないと。東側はまだ時間がかかりそう。北西に進みなさい。私は胸が重かったから仕方あるまい。我らで敵軍を迎え撃つ。心してかかれよ。一旗俺に任せとけ。よし、片付けに行くか。私にお任せく。さあ、脱ごう。やった。決める。やった。覚悟。少しやお任せ。できるできないではない。やってみせよ。この辺りに魔道公兵を伏せておきました。派手な雷撃で敵に攻撃できるかと。いや、すでに敵に発見されているようですが、可能ならば救援で。彼らを救出すれば大規模な魔法で戦場を撹乱できるでしょう。魔法による援護の遺憾で戦局は大きく変わります。なるべく成功させたいですね。敵をねじ伏せてやりましょう。滅びなさい。見ていなさい。出番だな。私にお任せください。指示。俺の出番か。薄気合いですわ。少し休んだろ。
できるできないではない。やっ。邪魔だ。光を発せい。くらえ。連携するぞ。息を合わせますわよ。おどきなさい。二人で決めましょう。俺に任せとけ。援護に回るか。私に援護しますね。なかなか順調みたいですね。こういう時に落とし穴があったりするんですけど。派手に決めるぜ。勝利をもたらそう。これも片手だ。リンくん、また水を差して。でも気を引き締めなきゃいけませんね。救出感謝いたします。全てを成功。俺の出番。やりましょう。できるできないではない。この調子で助けましょう。少し休んだろ。この砦の攻略は任せてもらおう。邪魔だ。付き合いですわ。くらえ。させます。天はやりましょう。救えましたか。派手な魔法で戦場を彩ってやりましょう。敵の別動隊が背後から。守るべき場所があるか。予定通り行くわよ。私の力見ていなさい。でき放置はできない。排除しましょう。雷をほとばせ。戦場に衝撃を与えなさい。今の凄まじい雷鳴は一体助太刀致すぞ。この一帯もあと少しで制圧できるな。引き受けた。予定通り行く。動こう。せっか助かりました。その強さ憧れてしまいます。どうだ。ふっ、加減しない。よっ、ふっ、ふっ、ふっ、も来てくれた。傭兵殿、北西の応援を頼めますから。勝利をもたらそう。これも戦いだ。承知しました。覚悟。立たせてやるって言っちまったしな。できることはやらせてもらうぜ。あの男は話の通じる相手のはずです。
捕らえて説得しましょう。美少年に武器なんて突きつけて一体どうするつもりだなあ。共に戦おう。派手に決めるぜ。勝利をもたらそう。これも戦いだ。よっあなたの噂は聞いているわ、ユーリス。互いのために協力できないかしら。勝敗の見えない賭けに命までかけて部下ごと落ちんじまうよりはマシか。まずいな。ここで敵を食い止める。浅瀬への道を切り開きました。これで東側からも攻められます。待っていたわ。敵本陣を両方から攻めるのよ。私の力さすがに2方面から攻めかかられたは厳しいか。ロドリグが危険だ。戻った方が良さそうだ。我らの価値を帝国に認めてもらわねば。橋を壊し傭兵団を王国軍と分裂するんだ。しまった、橋が。これではロドリグの元に戻れない。敵将ロドリグは孤立しかかっているよ。再合流される前に攻め入って撃つのよ。いや、灰色の悪魔を討ち取る好機だよ。邪魔が入らずに戦えるんだ。陛下、このいいわよ、蹴散らしましょう。邪魔しないで。できる。本陣に急いで戻らないとな。待てないわ。ここは一平たりとも倒産。俺の出番。予定通り行くわよ。私が援護に回るわ。私にお任せください。援護しますね。アンカー、いいか。息を合わせますわよ。二人で決めつけろ。お前らの負けだ。増援を連れてまいりました。さあ皆援護に向かうぞ。見ていなさい。
腕競いますか、陛下。さあ、いいわよ、蹴散らしましょう。邪魔しないで。慌てるな、寄せ集めの兵に過ぎない。落ち着いて砦を落とすのだ。私にお待ち。ここは引くべきか。みんな、あとは頼んだぞ。邪魔だ、ビザ。私の前に立つということは、どうやら覚悟はできているようだな。砦が一瞬で。来てくれた。ファーガスの兵の成長さを見せてやろうではないか。ナンピール、俺が。フェリックス、すまん。どうか陛下を、ファーガスを。間に合わなかったか。チッ、俺が敵の遊撃兵を片付けてる間に。戦況はどうなった。ロドリグは撃たれ、王国軍は回想したわ。ジェラルト傭兵団、あなたたちはどうする。こうなっては帝国軍の勝利よ。みんな勝ち時を上げなさい。俺たち傭兵団は軽く押し込まれ、雇い主も撃たれちまった。潔く白旗あげるしかないか。本当か、あのジェラルト傭兵団が。君たちと戦うのは何度目だったろうか。その度にやられたな。ええ、そうだ。まったく商売上がったりだぜ。その度に雇い主を変える羽目になるし、いくら強えって評判でも肝心の戦いの結果がパッとしなくちゃな。怪人の名も伝っちまう。それなら帝国に雇われてみる気はない。帝国にだと。確かに私たちはあなたたちと何度も激しく戦ってきたわ。でもそれは心情や忠誠心によって望んだ戦いだったのかしら。そうでないのなら帝国はいつでもあなたたちを受け入れる。能力のある者が正しく活躍できる場を用意する。それが帝国のあり方なのよ。それがいい。あんたらの強さは皆身をもって知ってる。もちろん思うところあるやつはいるだろうが、あんたらが仲間になるんだ。その強さ、味方になった時の頼もしさを実感すれば納得してくれるはずだ。どうする。正直王国軍では戦いづらくなるだろう。この際心機一転ってのも悪くはない気がするが。そうだな、自分も同じ考えだ。アロイスも平気か。元いた騎士団は王国軍に協力しているんだろう。当に覚悟の上です。このアロイス、どこまでも貴殿と団長にお供しますぞ。
私の心は決まっているのです。昔の同僚たちをどう料理してくれよう。同僚たちをどう料理だ必ずや戦い抜いてみせますぞ。そういうことで決まりだ。これからよろしく頼む。俺は団の連中を集めて説明してくる。お前ら先についていっておけ。ああ、頼んだ。承知しました、団長。こちらも事情を説明しておかないといけないわね。それじゃあ行くわよ。ふん。ブリギットのため。まだまだ。この力、私司令、受けて立つぜ。俺様をやれるもんならやってみやがれ。この辺りの制圧はなりました。もう魔導公兵の出番はないでしょう。あなたユーリス、こんなところで奇遇ですわね。出たな、この日陰女。お前みてえな面倒な奴には一番会いたくなかった。ユリーじゃん、ハピー、戦いたくないんだけど、やめない？俺もお前を相手にしたくはねえが、受けた仕事はこなすのが俺の心情でね。関連しまん！くそ！そこだ！ギリガテーノも大概にしやがれ！生きてなきゃできねえことがあるだろうが！勝敗の見えない賭けに命までかけて部下ごとを死んじまうよりはマシか。まずいな、ここで敵を食い止める。浅瀬への道を切り開きました。これで東側からも攻められます。待って、我らの価値を帝国に認めてもらわねば。橋を壊し王国本陣を孤立させるんだ。橋が壊れただと。少し休んだ。ロドリグ様の部隊と分断されたぞ。あんたが怪人ジェラルトか。で、あんたが灰色の悪魔。こうして見ても風格があるよな。手ごわい相手だったもんな。ようこそ帝国軍へ。君たちの合流嬉しく思うよ。私はフェルディナント・フォン・エーギル、帝国の重鎮でありこの軍の要さ。また知らない人がいっぱい増えました。ベルちゃん大丈夫よ。どこの戦場に行っても知らない人がいっぱいじゃない。確かに。確かに。
あなた、紋章を調べたことってあります？ちょっと付き合ってほしいんですけど。私、剣の勝負望みます。あなたの強さ、より知りたいです。ずいぶんと賑やかな連中らしいな。お前も揉んでもらえ。ちょっと心配していましたが、どうやら問題なさそうですね。これで陛下の波動もまた大きな前進を見せることでしょう。あれ、そういえば悪かったな、ラルバ。これまで俺があいつらを倒せるようにずっと力を貸してくれてたのによ。そんなこと気にする必要はないよ。よかったじゃないか。僕が予感していた未来よりはずっといい結果になった気がするんだ。ジェラルト傭兵団を、灰色の悪魔を味方につけることでね。だといいかな。どうしたんだい？目標がなくなって困っているのかな。いや、次の目標はあるさ。この戦争に勝利するんだ。仲間と共に、エーデルガルトと共に新しい時代を作るんだよ。どうだ、悪くない目標だろ。なるほど、悪くはないし、何より前からそういうことを君は言っていたよね。だったら僕も君の次なる目標を応援するとしようじゃないか。僕は君の運命共同体、君だけの味方なのだから。